羽生結弦るのプロ転向、商業公演は、羽生の表情芸術を昇華させると五輪メダリスト。中国メディア、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。バンクーバーオリンピック銀メダリストの元フィギュアスケート選手。ケン・トンジェン氏が22日放送の番組で、プロ転向を表明した羽生結弦るについて、 商業公演は、羽生の表情芸術を昇華させるとの考えを示した。中国体育大生が26日付で伝えた記事によると、出演者の顔ぶれは市中央自民ラジオ局中国行き声の長文、ジャンウェン記者、体育大生イノラゼンミネ、両ランフォーマーケティング副総裁の三人で、超記者は羽生のプロ転校はスポーツ界全体のビッグニュースだとした上で、彼は今後、競技会には出ないが、 プロスケーターとしてその姿をアイスショーで見ることができると紹介。自身のアイスショー初出演について質問を受けた市はコメントの中で、商業公演は観客の好きなパフォーマンスをリンクにもたらす、スポーツと芸術の結合だと指摘した。また、日本にはフィギュアスケートが好きで専門的な人が多く、フィギュアスケートの雑誌だけでも中数種類ある。日本のフィギュアスケート市場はどのような方法で育ってきたのかという長記者の質問に、 ラッシュが日本のフィギュアスケートの発展の道もやはり競技から始まるはずと回答。伊藤みどりさんが1992年のアルベールビルオリンピックで銀メダルを獲得したことがシンボルだろうと語り、6年後日本は長野で冬季オリンピックを開催する番になり、より大きな発展の景気を迎えた。日本は地獄開催の大会に備えて新人育成キャンプのようなプロジェクトを立ち上げることを始め、 それらはフィギュアスケートを練習する子供たちの憧れの目標になったと紹介したほか、注目に値する点としてメディアの発展ぶりを挙げたラッシによると、日本はメディア業界全体が発展しているため、フィギュアスケートについてスタールートは比較的便利でスピーディー。日本には良質なフィギュアスケートのコンテンツを制作して発信するチャンスがあるという、このほか、市は羽生について毎回、 非常に努力して自身の最高難度の動きを見せる。そのため商業公演は彼にとって成長、鍛錬のチャンスだとし、羽生のプロ転校で日本のアイスショー市場に新たな盛り上がりが見られるだろうとの考えを示した。また、競技会場で見せきれない内容を見せるチャンスが商業公演にはあるとも指摘した。翻訳、編集、野や羽生譲るは永遠の模範。 ミラノコルティナ陶器五輪公式アカウントが絶賛2026年ミラノコルティナ陶器五輪の大会組織委員会が中国の SNS でフィギュアスケートの羽生結弦の発言を紹介ファンから歓声が上がった同大会の中国版ツイッターウェイボーウェイボー公式アカウントは25日オリンピックは僕にとって生きている証という羽生の発言を紹介し彼は永遠に卓越性と競技における公平性の模範であり 無数の観客と数百万人の若いスケーターを絶えず前に進むよう励ましてくれると絶賛した。この投稿に中国のファンからは彼は冬季五輪のレジェンドミラノもまだ彼のことが恋しいみたいだ。ミラノは彼なしでは生きていけないって感じだね。ミラノさん、私たちの譲るのことを覚えていてくれてありがとう。永遠に卓越性と競技における公平性の模範良いことを言ってくれるね。ハニュー・ユズルは世界の宝。どんな分野に行っても 彼のスポーツ精神は永遠に残ってる。彼こそ真のオリンピックチャンピオンだよといったコメントが寄せられた。なお、同アカウントは、羽生がプロ転校を表明した19日の会見後にも、日本語で、ありがとう。羽生譲れと綴っていた。翻訳、編集、北田、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。